わりと皆さん長く紙っていうか雑誌の方やられてて、ただある時のタイミングにガラッとね、例えば魚拓さんもそうで沖さんもシフトチェンジしたじゃないですか、うんね、どこでそのギアチェンジしたもんなんですか、でも俺最初の違和感はやっぱりポロリだ、ね、ポロリあのなんかポロリポロリ一般の方、はいはいはい、ポロリさんポロリさんになるわけですよ、うん、でそれはモンドに出てたから、そう上昇利用、はいはい、で何なんだこれは、うん、でいよいよこれはやんないとまずいよずっと断ってたんだけど、はい、やんないとなっていう、へー、ちなみに沖さんは、うん、そのどういうタイミングで、また一時ほらガイドワークスやめて、うん、ずっとページを作ってたじゃないですか、はいはい、まあ、書くのみならず、そうですね、編集ライター、でいきなり動画やるっつって笛吹き始めたじゃないですかそれは福岡レバーオンもうトラウマになってんのよ、はい、僕とキムさんが一緒にゲストで、はい、その地方の番組出た時に、はい、僕が出る時にピッピッ、はい、ピッピッってやってギャグをやってたの、はい、当時、はい、小技を使って、それがどうしても許せないらしくって、もう20年近く経ってる、未だに言うの、それを。笛吹いてたじゃん、みたいな。まあ、そんなやかっていう。そんな話はどうでもいいんですよ。僕が。でも、じゃあ、一個、テーズ。一個、はい。あんた、すべての番組に笛吹いてましたよ。信頼回復の話もやってましたから。なんかないと不安だったの。小ネタというか。っていう、風に変わるわけじゃないですか。変わりますね。そのね、なんでなんですか。そう、沖さんも文章を書くの実は好きなんだなと思って。好きは好きですけど、僕は文章はあの上手くはないんで、どう考えても。だから喋りの方が圧倒的にやりやすかったし、僕なら面白くできるなっていう自信があったんですね。当時から。でやってみたら実際面白くなって、まあもちろん周りの人のおかげは大前提であるんだけど、そっからもう。あ、やっぱ文章を書くよりも全然いいじゃん。あ、じゃあ俺と違うんですね、うん、その奥さんは自分はそっちの方が向いてんじゃないかっていう、うん、そういうこと、そういうこと。いや、見たらやつですよ。いやいやいや、すごいなって思って。そうね、でも動画になってからはでもやっぱり、うん、みんなと仲良くしなきゃみたいな意識が、当時は僕全然人と仲良くしてなかったから、動画ってまあチームプレイじゃないですか、うんうんうん、だから久しぶりに会った人に優しくなったねって言われますよ。へえ。昔はね、つまんない、若干確かに尖ってた、つまんない人とは口聞かなくていいって思ってたし、うんうんうん、そういう、いやでもまあみんなも大人になってると思うよ、うんうん、いや本当にだってなんだろうな、やっぱクソだなって思ってる人いっぱいいるからね俺はね、俺よりひどいですよ。ひどい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 。いや、え、それはどういう意味で、ね、人感向いたら。え、いや、もうそれは言わない。文章力がとかってことですか。文章力もそうだし、まあ企画力とかもねえじゃん、こいつとか思ってるやつとかいっぱいいるから。でも、いいじゃん、別に。それで。俺は01を作れる人が好きなの。1を100にするのが上手なやつ。それまた怒ってますよ、また。クソだと思ってるから。完全に怒り入ってます。怒ってる。俺だからもうダメ。01無理だもん。1を2とか3にするの得意。そう、奥さんはね、意外とそっち寄りなんだよ、ね。そっち寄り100%。うん、だからつまりダメってこと？だ、まあまあダメ。でもそれ威張んないじゃん。うん、威張んない。なんか手柄ずらして言うやついるじゃん。そこまで深く御手洗さんは考えていろいろ。でもそれはもう御手洗さんらしさっていうかさ、そうね、個性じゃない、うん。難しいですよね。いいんじゃないですか。うん、だからみんなと仲良くしたいんだよねって。したいの？マジで。したい。今出たね。したい。心の奥底の気持ちが、みんなと仲良くしたいんだよねっていう言葉で。そう、やっぱり。出たね。そうね。引き出したね。うん、引き出したな。仲良くすりゃいいじゃん。別に、みんな。俺、御手洗さんと仲いいって勝手に思っちゃってんすけど。本当？僕は。はい。すんげえ信頼してるし。人としてね。え、俺も会って好きだし。最後に電話したの、麻雀断られてから。もう25年くらい前。そんなこと、10年くらい前だよ。違うな、25年くらい前か。なんか麻雀断られて、ああ、もう奥さんもうあっち側行ったんだ、みたいな。あ、そうっすか。うん、あっち側ってなんですか。いや、もう奥さんは、なんだろう、麻雀を一生懸命打つ側の人に行ったんだっていう。
はあ、昔みたいにキラーカーンとか言わないんだな。キラーカーン、ね、キラさんがカーンしたのってキラーカーンだ。キラーカーンっすねみたいな、みたいなのはもうそういうエンジョイマージャンとかを打つ感じじゃないのかな。いや、エンジョイしますよ。します。全然、はい、全然今も。そう。あ、そうそうそう。仲良くなりたいな。いや、仲良くなりたいですね。でも難しいですよね。でもおっしゃいますけど、でもでじゃあちょっと店も行きましょうよとか絶対断るじゃないですか。うん、いや、たまには行くよ。だからどうしてもまあ暇な時とか行くけど、別に三田内さんとご飯行きたいと思わないし。いや、俺もだ。でもだから俺もだから、ね、おかしいじゃないですかって。もうでも一緒にいて心地いいもん。俺覚えてないと思うけど、俺沖さんの最後に行ったのは、うん、ステーキの食いしん坊に行って、うん、ああ食いしん坊で沖さんがあの女性店員可愛いって言い出して、告白したいから三田谷さん声かけてくださいって声かけて、それって20代じゃん。20代、うん、で電話番号渡してきたんだよね、沖さんの代わりに。もうなんでそんなこと言うの。先輩何やってるんですか。で30年前とかの話を。そう、覚えてるの、その話。食いしん坊のつた食いしん違うよ、普通のご飯屋さんだよ確か。ステーキの食いしん坊だったと思う。いや覚えてる、ね、食いしん坊じゃなくていいんですけども、まあ、どこでもいいんだけどなんでそんな話を急にすんの。もう絶好だよ。もうちょっとこの話続きあるの。ただ一個言われダセーっすね。自分で渡せないです、やっぱ当時奥手というか。いや、でもダメだったんですね。その後俺がアニマル屋で並んでたら、うん、奥さんが最初のお嫁さん連れて、うん、ああ最初の、うん、これうちの嫁ですって言って紹介したんで、でも食いしん坊はもう1、2ヶ月前の話だね。嘘。奥さん。それは持ってる。それはまずいな。それはまずいな。持ってる。いや、違う。持ってます。持ってます。もっとあった？全然ある。1年とか。1年は絶対あります。絶対あります。本当？絶対にあります。じゃあ1年。三谷さん、ここ1年あること。1年ですね。1年ですね。まあ、多分皆さん合ってるよ。いやいやいや。彼の名誉のために。いやいやいや。1年だと思います。すいません。言い間違えました。間違えました。ちょっとバツバツですね。いやいや、まあ、いや、すごい人生ですね。ですよね。すいません。いやいや、素晴らしい。絶好だな、奥さん。何気にまとめない。まだ終わってないですよ。何気にまとめない。変な話をする。覚えてる覚えてる。もうでも、30年前だからね、ほぼ。30年前じゃん、28年。だから何よ。そうよ。だからいいじゃん。いいよ、いいよ。20代、今50代なんだ。ね。時効です、それは。時効した時効です。時効だなと思ってね。そういうこともありましたけどね。はい。まあ、三田谷さんはさ、ずっとあの、入院したりとかもね、この何年かであったから、そういうことに注意して、これからもね、元気に、ライター生活とか。終わらせて。いや、もう一回アイコ吸おうぜ、もう。あ、すごい。すごい。結構喋ったんだから、頑張ってほしいなって俺、本当に思います。そうですね。ライターとして。数少ない、今残ってるライターとしてね、本当に。頑張ってください、本当。頑張ります。はい。三田内さんが実際どういうパチンコパスを打ってきたって俺は知らないですね。ああ、知らないですね。うん、何にハマってとか、ね。はい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 。そうね。あんまり。言ってないですよね。言ってないね。隠したんですか。いや、なんか。この仕事やってそれ隠す意味あります？いや、でも、なんか、めちゃくちゃこの機種好きっていう人いるじゃないですか。それって、そんなに好きになるんだっていう感覚だった。パチンコパチスロぐらいのレートのギャンブルが好きで、でも機種が好きだから売ってるっていう感じじゃなかったんで、へ、うん、っていうのはそれはすごくあります。だからみんな機種名言ったらメーカー名パッと出すじゃん、はい、出す。なんでそんな覚え方してんだろうとか、冷めてんすかそういうとこ。冷めてると思う。だからそん中でもハマった台というか好きな台はあるでしょ、うん、例えば一番好きなパチンコは何ですか。3台あげてください。今まで打った。今まで、はい、やっぱ花満会、花満会、初めての CR っていうんですよね、はい、あとエキサイトかな。エキサイト、あの時期よく打ってたんで。もう一台なんだろう、パワフルかな。フィーバーパワフル、初代ですか。初代です。あの回転前にうるせえやつですよ。うるせえやつ。よろしくね。最強でーす。よろしくね。キュッ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 ってやつ。あれ多分一番勝ってたんで、その浪人時代とかは毎日そう。あ、お世話になってた。そうそうそう。パワフルはどうやって勝てるんですか。そのもう当時はもう朝行って無制限札さえもらっちゃえば、あれ最初と保留玉ですか。保留玉レンちゃんで攻略をなくて。
で1000で24ぐらい回ってて、あそれぐらい行ってたんだ。で朝行って昼までに当たったら無制限札くれる店だったんですね。そういうお店だ。で無制限札もらって、うん、どこの店ですか、行きたいな、うん、もう決めましたよ。どこ西荻です、西荻、西荻、はい、行きたいなってなんですか。いやいや、昼までに当たったら無制限札に2万ぐらいですよね。あの持ち玉なくなりそうになってもそしたら現金買い足して下に1列だけ残しとけば札取られないから、あそんなゆるゆるのシステムだったの。ゆるゆるです、うん、西荻のなんて見たニュージャパン、結構前に潰れましたけど。あそうなんですね。もうちょっと最近の代ないですか。最近の代多分見てる人多分誰も分からない。ああそうですね、分からない人多いと思いますけど、最近の代だとこの10年ぐらいだとセクシーフォール、ええ、あの豊丸の名機セクシーフォールってどういう、プロレスのちょっといやらしいやつ、女子プロレス、女子プロのやつです。はい、えあれめちゃくちゃよくできてましたよ。あそうですか。もうちょっと伝わりやすいやつ、伝わりやすいやつ。え、なんて言えばいいと思います。え、エヴァとかかな、やっぱりこういう時はエヴァっすね。これこれ、あーこれね、全然打ってねえじゃん、今の雰囲気。今だって今これで止め打ちやない、ひね打ちとかやってんだよみんな、プロとかね、うんうん、すごいっすよね。ダメなんですか、ラッコじゃねえのって思っちゃうもんね。ラッコ、ラッコがゲイしてるみたいじゃん、わってやってんの。もうどんな感性してんの先輩は。ラッコ、ラッコがあこうこうやってハマグリよね。エヴァのハンドル否定派すか。なんか、うん、俺パチンコのハンドルってあれが完成形だと思ってる。これが自分の念を込めたいんだ、はい、でもほら左手でも持って右手握手、そうそうそう、うん、今やっぱスマホ時代ですから右手も触れるし、いやいや僕持ってる時ほんとライデンになってる気持ちに、ライデン、ここにこう活動電気を貯めて、ね、バチバチって、ね、ライデン漫画でね、だからハンドルめちゃくちゃ強く握りたいんで、うん、じゃあ10時間とか打ったらもうこんななっちゃう、なりますね、なりますね、うん、それでも楽しいんですね。楽しい。だからあれそんな便利に、もうすごく不自然だなって。いやむちゃくちゃ打ちやすいですけどね。楽楽で初めて来ました、あのハンドル否定派、うん、全部、ね、で、ね、パチンコ打ってる感じがないかなっていう、その楽さっていうか、この握ひねってる感じ、このなんだ手首がこうなってる感じが好きなんですよ僕は。染みくすっちゃってるから、ね、うん、そうですね。じゃあ横向いて打てばいいんじゃない、もうこうエヴァ、あこうね。この角度になるよ、ね、しょうがないから、こう考えたらいいですよね、こう考えたら、そうそうそう、強いのである、そう、それでいいじゃん、それで横目で、あ金幕出たって、そう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 、あそういう風にすればいいじゃん。疲れるよ。うん、そうね、パチンコ愛はあんまないってこと。ないと思う。今とか面白いのいっぱいあるじゃないですか、うん、いや行けば面白いよパチンコへ行けば、はい、うん、でも、うん、なんだろう、この台打たないと死んじゃうっていうのはない、そんなのはないですけど、死んだりもないですよね。まあ俺らもないじゃないけど、信長の野望が好きでした、すごく。そういえばどうしても知らない台にばっか行きますね。入院、ちょっと天の弱なところあるのかな。え、でも超いい台だもん、信長の野望。いいな、はい、そうですね、天の弱で天地寺劇場とか漫画でやってるじゃないですか、うん、信長の野望好きでしたよ。天が好きなんですよ。天が好き。ちょっと聞きましょうよ、信長の野望スペックと、うん、何が面白い、何が面白い、99分の1の羽出寺で、 いつですかそれは。いつ2008年、うん、まあ、15年ぐらい前、はい、うん、でどういうスペックなんですか。99分の1で ST が8回で10分の1か、まあ海みたいなもんね。そうですね。で時短が40っていうタイプで、うんうん、そこに関しては、うん、何か特徴があるわけではないですよね、うん、そう。ただ、うん、あのホラガイが、ホラガイ、ホラガイ、そうです、ホラガイ予告とか、うん、大砲が発射でドーンって発射すると熱いっていう、うん、すっげえアホみたいな、俺すげえアホみたいなコメントだけど、小学生みたい、20代のライター成り立ての人のコメントみたいな感じなんですけど、大砲ドーンってなれば熱いんですよっていうね。シンプルな台なんです。シンプルです、割と。そう、僕シンプルな台が割と好きです。タイミングとかがいいですか、そのエースの。そうですね、そんな深く聞かれちゃうと困っちゃうんですよね。わー面白いんだよっていう、何がそんなにっていう。球の動きが多分好きなんだと思います。あのへそに入るまでの軌道とか、そのゲージの感じがってことですよね。そう、あと、そういうこと。あとやっぱその固定ハンドルしないっていうのも、うん、同じ球筋作りたいみたいなのがあるから、あ常に微調整をしたい、そうそうそう、自分の中でベストのストロークみたいな、はいはい、だから球の動きをすごく見てると思います、ね、あ、他の人、ある意味超マニアックな、うん、そう、だから本当に上手い人だったら、うん、新しい弓は右と左でゲージ違うみたいに言うじゃない、そこまでは気にしないんですけど、うん、打った時の球の動きとか、うん、ステージの感じとかみたいなのは結構気にしますかねっていう、うん、ポーキャー
来たらうわーってなって40%ぐらいだったの。はいはいはい、1年遅いですよね。ん1年、ね、それみんなに言われますみんな終わってる終わってる、そういう、はい、そうね、そっからもう一歩二歩進んじゃって進んでるんで、はい、僕今も大全盛期。